こっちもいて。今日会えると思ってなかったから、来てくれてすげえ嬉しい。ありがとう。ねえ、これ開けていい？俺の予想だけど、中身はケーキだ？違う？やった、当たり。ほらな、なんとなくケーキじゃないかなって思ってたんだ。お前って俺が食いたいなって思ってるものをちゃんと分かってんだもん。さすが。あ、やべえ、しかもこのケーキイチゴ乗ってんじゃん。いいよ、お皿なんて。このまま食べる。つうか、食べさせて。その方が絶対美味しいし。まあ、いいだろう。最初は、いちごな。あーん。うん。うまい。うん。うん。あー、ちょっと待った。お前の指、クリームついてる。もったいないから。甘くて、あれの超好きな味。次さ。クリームだけちょうだい。やっぱ最高。お前にもあげる。ほら、あーんして。いいから早く口開けろって。あーん。と食べさせてもらう方がうまいって思わない？何その顔、照れてんの？この程度で？昨日の夜、あんなすごいことしちゃったくせに？若くなってるし、かわいい。ねえ、さっきから思ってたんだけど、今日お前、超いい匂いする。なんかつけてんの？そう、おしゃれしてきてくれたんだ。へえ。まあそれって、もしかして、俺に会うため？そんなこと言われたら、ケーキじゃなくて、別なもん食いたくなっちゃうんだけど。いちごのケーキも好きだけど。やっぱお前のが好き。超好き。甘くて、すげえ薬なんだよな。止まんなくなりそう。どこ行くんだよ。駅こっちじゃねえじゃん。こんな時間にフラフラしてて、ナンパ待ちだと思われたらどうすんだよ。しかもまだ泣いてるし。あのさ。さすがに。言い過ぎた。その、いろいろあったから、さっきのライブで、イライラしてつい。だから言ったじゃん。今日は帰れってさ。だから、もう泣くな。なあ、俺のこと、もう嫌？だって、さっきあんたがもういいって言うから、ついに限界来たのかなって思って。俺と一緒にいんの、嫌になった。
あ、そう。ならいいけど。スカ、あんた超体冷えてんだけど、ライブだからって薄着してくんのよ。とりあえず、これでも着とけ。ツアーグッズのサンプルで俺ちょっと着たけど、ないよかマシだろ。それ着てまっすぐ家帰れ。今タクシー拾ってやっから。次会うときは、俺ももうちょい冷静になってると思う。つか、なってるようにするし。風邪とか引くなよ。めんどくせえから。全然空車来ねえじゃん。うぜえ。あれ？さあ、あの感じじゃ、相方もスタッフも打ち上げとかいうテンションじゃねえだろうし。俺も帰って一人で酒でも飲むわ。なんだよ。何その顔。もしかして、帰りたくない、とか？あんたって、ほんとしょうがない女だよな。物好きっていうか、毎度こんな目に遭ってんのになんで俺と一緒にいたがんの？そう。俺のことそんなに好きなんだ。何赤くなってんの？自分で言ったくせに。でもな。残念でした。俺のが好きだよ。あんたなんかより、ずっとな。こんな俺のこと見捨てない奴なんて、あんた以外にいねえし。なあ、帰らねえって言うんなら、このまま俺んち、来る。ふん。だったら、さっきのこと、全部帳消しになるぐらい、ベッタベタに優しくしてやるよ。朝までずーっとな。って、何笑ってんだよ。さっきまで泣いてたくせに。変なやつ。笑ってられんのも今のうちかもな。俺を見捨てなかったこと、後悔すんなよ。
好きだよ。おやすみ。
Thank you.
超体冷えてんだけど。ライブだからって薄着してくんのよ。とりあえず、これでも着とけ。ツアーグッズのサンプルで俺ちょっと着たけど、ないよかマシだろ。それ着てまっすぐ家帰れ。今タクシー拾ってやっから。次会うときは、俺ももうちょい冷静になってると思う。つか、なってるようにするし。風邪とか引くなよ。めんどくせえから。全然空車来ねえじゃん。うぜえ。あれ？さあ、あの感じじゃ、相方もスタッフも打ち上げとかいうテンションじゃねえだろうし。俺も帰って一人で酒でも飲むわ。ん？なんだよ。何その顔。もしかして、帰りたくないとか？あんたって、ほんとしょうがない女だよな。物好きっていうか、毎度こんな目に遭ってんのになんで俺と一緒にいたがんの？どこ行くんだよ。駅こっちじゃねえじゃん。こんな時間にフラフラしてて、ナンパ待ちだと思われたらどうすんだよ。しかもまだ泣いてるし。あのさ。さすがに、言い過ぎた。その、いろいろあったから、さっきのライブで、イライラしてつい。だから言ったじゃん。今日は帰れってさ。だから、もう泣くな。なあ、俺のこと、もう嫌？だって、さっきあんたがもういいって言うから、ついに限界来たのかなって思って。俺と一緒にいんの、嫌になった。あ、そう。ならいいけど。つか、あんたちん？そう。俺のことそんなに好きなんだ。何赤くなってんの？自分で言ったくせに。でもな。残念でした。俺のが好きだよ。あんたなんかより、ずっと。だな。こんな俺のこと見捨てない奴なんて、あんた以外にいねえし。なあ、帰らねえって言うなら、このまま俺んち、来る。ふん。だったら、さっきのこと、全部帳消しになるぐらい、べったべたに優しくしてやるよ。朝までずーっとな。って、何笑ってんだよ。さっきまで泣いてたくせに。変なやつ。笑ってられんのも今のうちかもな。俺を見捨てなかったこと、後悔すんなよ。
ち向いて。今日会えると思ってなかったから、来てくれてすげえ嬉しい。ありがとう。ねえ、これ開けていい？俺の予想だけど、中身はケーキだ？違う？やった、当たり。ほらな、なんとなくケーキじゃないかなって思ってたんだ。お前って俺が食いたいなって思ってるものをちゃんと分かってんだもん。さすが。あ、やべえ、しかもこのケーキイチゴ乗ってんじゃん。いいよ、お皿なんて。このまま食べる。つうか、食べさせて。その方が絶対美味しいし。まあ、いいだろう。最初は、いちごな。あーん。うん。うまい。うん。うん。あー、ちょっと待った。お前の指、クリームついてる。もったいないから。うん。甘くて、俺の超好きな味。次さ。クリームだけちょうだい。やっぱ最高。お前にもあげる。ほら、あーんして。いいから早く口開けろって。あーん。と、食べさせてもらう方がうまいって思わない？何その顔、照れてんの？この程度で？昨日の夜、あんなすごいことしちゃったくせに？若くなってるし、かわいい。ねえ、さっきから思ってたんだけど、今日お前、超いい匂いする。なんかつけてんの？そう、おしゃれして来てくれたんだ。へえ。まあそれって、もしかして、俺に会うため？そんなこと言われたら、ケーキじゃなくて、別なもん食いたくなっちゃうんだけど。いちごのケーキも好きだけど。やっぱお前のが好き。超好き。甘くて、すげえ薬なんだよな。止まんなくなりそう。